今夜のサタデーナイトラブは皆さんお待ちかねのあの企画が4度目の復活、題して疎遠になった友達、通称元友特集ザファイナル。疎遠、疎遠。もはやね、勝手にねテーマ曲扱いしてますけどね、友福さんの、名曲疎遠に乗せてお送りしておりますこちらの特集、この番組もですね、このウィークエンドシャッフルも3月31日で終了。4月から新番組アフターシックスジャンクション、新学期が始まりますけどね、そうするとやっぱりね、まあ友達が移り変わっていく。例えばこのタマフルリスナーの皆さんもなんだかんだ言って疎遠になっていく方多数なんではないでしょうか、ね、そんな思いを込めての疎遠特集、このタイミングかなと思いました。元はといえばあれですよね。あ、そういえば俺入学して最初に仲良くなったのってお前らじゃないわみたいなそういうやつで、あいつその後全然話さなくなったわ、どうしてんのかな、このニュアンスですよね。ちなみにこのニュアンスをね、最も残酷な形で作品化したのがヒメアノールというね映画がございました、名作がございました。そんな感じでですね、皆さんからのメール、疎遠エピソードの数々メールでご紹介していく特集でございます。そしてですね、今回は特別に、この番組いろんな方に出ていただきましたが、やはりねこういっぱいいっぱい出てね11年もやってきますと疎遠になった方もいらっしゃいます。疎遠になった番組ゲスト代表として約6年間疎遠になっているPerfumeの皆さん、僕まあライブとかではねあれ知ってましたけどね、疎遠になっているPerfumeの皆さんからコメントもいただきましたということで、私が出した恨みつらみをね綴った手紙に関してコメントいただいております。それは後ほどお送りします。さあそんな感じで言いましょう。ここらでですね、ですかね、私にとっての疎遠になったね、まあ知人友人というのはちょっとおかがましいですかね、まあファンですよ、私が一方的にファンだったところから来てますからね、この番組にね、いろいろゲスト来ていただいた中のですね疎遠になったゲスト代表ということで、パフュームの皆様コメントをいただきましょう。パフュームの皆さん、最後の出演は2011年12月10日ボンクラ探求ラジオバッグもうさ元ネタがわかんないの、もうディグが終わっちゃってるからボンクラ探求ラジオバッグのさあ、パフュームの皆さんは、私の歌丸ね、どういうふうにね、態度が変わっているのかいないのか、私がね、恨み事を込めた手紙を書いて、この手紙に関しても、まあ、読みながらね、答えていただいているそうなので、はい、約10分かけて、パフュームの皆さんは答えていただいているそうなので、私もね、どういうふうに答えていただくか、初めて聞きますので、楽しみでございます。それでは、パフュームの皆さんのコメントです。どうぞ。ウィークエンドシャッフルをお聞きの皆さん、歌丸さん、こんばんは、かしゆかです。あーちゃんです。のちです。3人合わせて、パフュームです。どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。歌丸さん。だいぶお久しぶりとなっておりましたが、なんかね、歌丸さんから、お手紙届いてるんですよ。嬉しい。すごいのよ。すごい。それもね、ものすごい長文で、まず、大変。ご無沙汰しております、覚えていらっしゃいますでしょうか、ライムスター歌丸です。そりゃ覚えてる覚えてます。ほら、スキンヘッドにサングラスでラップやったりラジオ番組やったりしてる、そうそう、その歌丸です他にどの歌丸さんがいるんだろうっていう感じなんですけども、2014年春の金沢での対バン我が人生最良の日以来、なかなか直接お会いする機会がなく、元恩師、いや孫子としては正直とても寂しい思いをしていたところです。そんなに会ってなかったっけ。みたいだ ね。ってことは今2018年になったから、もう4年、もうちょっとで4年になるんだ。そうか、しょうがない、しょうがない、衝撃的だね。結構イメージ的にはまあ、2年ぐらい前かなって感じだったんですけど、大差ない、大差ない、にしても会ってないなって感じ。確かに会ってないなって感じある。まあ、確かにね。そう、それでね、なんかこの番組がちょっと終わるということでね、本当に長いことお疲れ様です。この番組に私たちが最初に出演させてもらったのが、番組開始まだ間もない2007年9月1日のことでした。そうだったんだ。そうなんだ。そんな前それにしては板がつきすぎてだよね。ね、うん、長寿番組みたいな。そうもうすでに。もう、期間中で喋ってさ、もう、隙間がないぐらいさ。確かに。いや、楽しかったよね。なんか、言葉攻めって感じで、やっぱり、ラップしてる人なんだなって、思った記憶があるんですけど。で、それで5回ぐらいね、出させてもらったと。で、しかし、それ以降、現在に至るまでの約6年間、なぜかばったりとご出演が途絶えてしまいます。うん、まさしくこれぞ、S-O-E-N、疎遠。そのもの。
そのもの。まあ実際ね、こっちが勝手にさすがにもう受けてもらえないだろうとビビってオファーしてなかっただけでもあるんですが。うん、というわけで、当番組にゆかりのあるゲストの方々の中でも、特に疎遠組代表として、そうなの、代表になっちゃった。可能な限り結構ですね、以下の質問事項にコメントいただければ幸いですよね。何でしょう。ここにね、質問事項がね、5つ書いてあるんですよ。うん、まあ、まず1つ目。なぜ歌丸と疎遠になったと思われますか？直接なぜ直接ダイレクトだな。直接なんで疎遠になったっていう気持ちないんだけどね。確かにね。うん、なんか前は、うん、こう、Perfumeの曲をいろんなとこで褒めてくれたりとか、うん、ラジオで喋ってくれたりとかして、あ、Perfumeのこと応援してくれてるんだな、うん、好きでいてくれるんだなって思ってたけど、最近はそういうことがあんまりないから、もしかしたらもう興味ないんじゃないかなって思ってる。うん、ああ、歌丸さんが、うん、何言ってんの？ね、そう、まあ音楽もいろいろね、新しいものたくさん出てきますから、うん、そんなわけないでしょ。いくらこっちがね、新しい挑戦していたとしても、うん、まあ歌丸さんのね、耳に届いてるかどうかがちょっとわからなかったから、うん、ちょっとやっぱり不安になってたってとこありますよね。あるよね、あります。あるよね、はい、そうなんだよな。ある。うん、そこのとこ逆にどうなんですか？逆に。うん、3月14日に無限未来新しいのが出ますけど、うんうん、それも聞いてくれてます？聞いてますよ、ね、前のやつもよかったよ。いいんですよ。そう、最近ね、ちょっと音楽性を中田泰孝の方がこうクッとね方向転換した、はい、あるんですよ、そういうのもね。そうそう、フューチャーベースとかにね入ってるけど、はい、そう、その部類はどうですか？あんまりグッとは来ないです。そういう部類ピンと来てるよ、うん、これ気になる。そして2、この上記のような質問、正直めんどくさいと思われます。笑っちゃった。めんどくさーい。うん。めんどくさいね。うん。うん、まあでも、愛ゆえにというふうに、そうかも。感じますね。うん。3、今回の投稿企画のように、かつては親しかったこともあるが、いつの間にか疎遠になってしまった友人の思い出など、お三方にもし仮にありましたら、差し支えない範囲でお話しいただけないでしょうか。疎遠になった話、こんなにすることある？そこを広げていくんだね。面白いな。やっぱ面白い人だね。疎遠ね、うん、ありますか？いや、あるよね。もう疎遠はもう全然あるよ。あるけど。いっぱい。やっぱ、うちらみたいに、こう、広島から東京に上京したタイミングが中学生だったっていうのもあって、うんうん、私、のっちはもう小学校の時の友達とかほぼ連絡取れてないの。うん。取っても5年に1回とか。うん、すごい、5年に1回気になるね、逆に。うん、かな、1人2人に。私ももうだって、小、中、高、大学生とか、うん、友達、ほとんど連絡取ってない。うん、えぇ、ー、小、中、高、大、全部おでも、走り方のっち、そういうタイプ。そういうタイプ。そういうタイプ。そう。そう。今までの友人は小、中、高、大。いるんだけど、で、LINE とかも登録してるんだけど、うんうん、何を連絡したらいいかがわからなくて。あの、近くにいないし。まあね。うん、まあね。近くにいるじゃん、高校や中学は。いる？いるよ！だって都内で通ってんじゃん！何言えばいいんだろうっていうところから。確かに、ね。だからさ、高校時代からの友達もいるけど、うん、それは全部あーちゃんが仲良かった人と、うん、今でもあーちゃんが繋がってるから、そこ繋がりで遊ぶみたいな。うん、そうそうそう。だけだね。そうか？そうそうそう。そうか！でしょ？そうだね、うん。そう、あの、遊ぶグループきっかけに、うん、またやりとり取り始めるようになったから。それまで連絡先知ってても取らなかったもん。ええー、そっか、うんうん。もう今はポケモンのことでね。もう毎日のように。もりもりに連絡取ってるもんね。うん。あ、そっか。まあそういう意味では、小学生の時の子はあれだけども、中、高、大の子は結構連絡取ってるかもね。うん、うん。あーちゃん結構まんべんなくいろんな人と連絡取ってるよね。そうかもしんない。うん。うん、で、会うしね。すごいなって思う、うん、なんかでも応援してくれとるけさ、うん、嬉しくて、うんうんうん、なんかそのエールをいただきに行くみたいなとこちょっとあるかもしんない。ありがとうございます。ありがとうございます。本当頑張れるわって本当いただいてるとこもらいに結果もらいに行ってるそういうとこちょっとあるかもしれないですけれどね。さあ、そして4個目の、うん、
実はこの番組この3月いっぱいで11年の歴史幕を閉じるんですが、うん、代わりに4月から歌丸司会で月から金の18時から21時の新しい帯番組アフターシックスジャンクションが始まります。びっくりした。そちらなら例えばプロモーションタイミングでのご出演などよりしやすくなるのではないかと思うのですが、新番組アフターシックスジャンクションの方にはまたちょいちょい出てくれるかな。いいと思う。やってくれ。かっこタモさん上でって書いてあるんで指定ですね。はい、もう言わされた感じありましたけど、ね、でも行きたいよね。行きたい。呼んでほしい。ねえ、行きたい。ぜひ呼んでいただけたら。本当にお願いします。嬉しいです。すごいね。だってすごい。間を空けずに次の番組が帯。いやもうこれやばい。しかも3時間。すごい。すごい。ひ。すごいよ。ひえだね。生活の一部だね。本当だね。だってもうこの時間のさ、あ、なんか付き合いとかさ、うん、できんわけや。うん。だけど、そういうお食事とかも夜10時からスタートとかになっちゃう。そうだよね。ね。だってイベントとかライブって大体7時からとか、この時間でしょ？本当だ。どうす、え？ライブやんないつもり？ねえ、もう土日だけ。もう土日のみの活動。いやー、潔い。潔いね。すごいね。すごいね。でもそれはお客さんにとっても土日にやってくれたらありがたいし、ありがたい。まあ夜中のイベントには出れるしね。うん、確かにね。だったら。はあ。いや、これはすごいわ。どんな番組になるんじゃろうか。ねえ。いや、楽しみだな。そうだね。ぜひ呼んでください。で、コメントをいただいたせめてものお礼にお知らせことがあればどうぞ。ああ、もう先ほど言いましたけど無限未来という新曲が3月14日にリリースです、うん、はいはい。なんでこれはぜひとも歌丸さん聴いていただけたら嬉しいし、そしてなんかちょっとこの曲の感想が聞きたい。聞きたいですよね。最近のパフュームどう思ってるか聞きたい。わ、聞きたい。芯をついたね、うん。さっきちょっと笑いながら言ってましたけど、結構思ってまーす。ではまた会えるの楽しみにしてます。それでは、Perfumeでした。聞いとるわ、ずっと。応援しとるわ、ずっと。ということで、コメントありがとうございます、Perfumeのお三方ね。とりあえず、今回収録って感じでね、この勝手に、一方的に聞いてるだけでもう何でしょうか、この多幸感はね。もうそれだけでおじさん幸せ。あのね、全然だってほら We Are Perfume のその映画表もちゃんとやってるし、アルバム出るたびにもうブブカの方のとかでも必ずもうてか Perfume をそのベストとかに入れてるともうキリがないから、どこに適度なところに入れるかが難しいで苦労してるぐらいですよ。それは本当にね、全然チェックしてますよ。今回のこの無限未来もめちゃめちゃチハヤフルのあの映画表の時にもこのパフィムのこの主題歌が超良くて、続編の時はさ、このパフィムのオープニング、こっから始めるべきだみたいなことをね、いろいろ言ったりしてましたけど、今回の無限未来もさ、特に今回の素縁特集のね、この歌詞にちょうどぴったり来るようなね、計らずも。まあ、最近のそのね、中田康坂さんのそのフューチャーベース路線というかさ、またちょっと新たなね、ネクストステップを模索してる感じなんかもね。詳しくはちょっと、俺今焦って答えてるからなんかちょっとこういう感じになっちゃってるけど、すごい、ちゃんと聞いてるし、常に応援してる。絶対さ、もうパフュームはそれフォーエバーですから、僕なんかでも。パフュームフォーエバーですから。ブラックパンサー混ざってますけどね。ということで、いつでもね、ファンですし、ぜひ、またアクサシックスジャンクションの方来ていただければ、すごかったね。潔いって言われてましたね。とかね、あれでしたね。でも、そういうエピソードの方もいただいて、思いのほか、たっぷり、コメントいただいて、本当に嬉しかったです。はい。お三方の声が聞けるだけで幸せでございます。あと、まあ、作品もですね、今後とも、楽しみにしておりますので、ぜひぜひ、アクサシックスジャンクションの方もいらしていただければと思います。向こうから、ズバッと来られると、すごいね、急に、シドロメドロ戻りになっちゃうっていう感じがね。そして、ということでですね、素縁特集ですよ。そうだ、ちなみに、この Perfume、3月14日発売 Perfume ニューシングル無限未来は、ちはやふる結びの主題歌ですから、ちはやふるもめちゃめちゃ楽しみなんですね。でございますけど、そんな感じで、素縁特集。またちょっとね、いっぱい読みたいのは、ちょっと古川子さん、素晴らしかったんですよね、今回。素晴らしいですね。メール読みながらもう泣いちゃいそうになっちゃうっていう感じなんで。ちょっとせっかくだから、うん、ちょっとだけその、残りの分だけ。やりますか。配信しませんか。ラジオクラウド、今回分。せっかくいただいてるんで。はい。読み切れなかった分もあってですね、放課後ラジオクラウドの方で、ちょっと読まさせていただきたいと思っております。そんな感じで、新番組、アフターシックスジャンクション、パフュームの皆さん、そしてリスナーの皆さん、ぜひぜひね、
疎遠にならぬよう気をつけてこれ特集わざわざやってるわけですから、これはもう注意喚起ですから、皆さんやるね、当事者意識を持って全員でお願いします。こんな感じで疎遠になる友達通称モノ男子でした。なんだよ